いらない。天皇制は差別の象徴だ。使命を守ります。それにも関わらずこの国日本という国を広めることにだけ執着を持っているものがあったら、それを断じて受け取ではなりません。安定の平和を守るから叩き出せ、叩き出せ。我が国の歴史伝統文化を否定し、朝鮮や中国の刀を立ち手先となって我が国を祝いようとするような、さらに暴力不振動が日本だ。叩き出せ、叩き出せ。反転連合を日本から叩き出せ、叩き出せ。我が国の歴史伝統文化を否定し、そして自らの権利だけを主張し、国民を騙す左翼暴力集団反転連合を日本から。多分渡してると思うんですけど、日米安保粉砕、琉球湖の軍事植民地化反対、豪雨事故、沖縄太平洋粉砕、自決権支持、関東集会ということで、渋谷勤労福祉会館で、1時からあります、ここにはですね、沖縄で、この3月にですね、に沖縄訪問に反対して集会を開いたですね、友寄さんが来られて、報告を受けたり、とあとそれからですね、宮古の、ミサイル基地を知らない宮古島住民連絡会議のです、ね、清水彩子さんが、今非常に厳しい宮古島の基地建設に反対するその当初の報告をやりますので、ぜひ、ぜひ参加してください。これなんか調子悪いね。これしかない。持ってっちゃった。すいません。大丈夫です。もう僕たち昨日の集会もありましたけど、沖縄に対する構造的差別っていうのは、これ何によるのかっていうふうには、本当にもう一度私たちは考えなければならないと思います。それはですね、やっぱりね、沖縄は日本のものだというね、こういう、そういう意味では大国主義、ね、ナショナリズムというか、ここをやっぱり捉えて反対運動をやらなければダメだと思います。例えば僕たちは五一五に、沖縄の現地で戦って、現地の人たちと一緒にやりますけれども、本当にそういう意味では沖縄の復帰というものが何であったのか、文字通り僕たちは、再併合であり、その再併合と沖縄の人たちの自決権を支持する戦い、沖縄で今自己決定権と言われていますけれども、自決権、分離独立の自由を含めてですね、それを支持する戦いを本当に皆さんともに大和でやっていきたいというふうに思います。で、あともう一つアピールさせてください。皆さんもご存知だと思いますけど、8月にですね、天皇がですね、沖縄に続いてですね、利尻島、礼文島です。礼文島というのは宗谷のちょっと左側ですね、そこに行くことになっています。これはなぜ行くか、月に、都議会で可決された迷惑防止条例の解約の件についてちょっとだけお話ししたいと思います。従来まで、東京都の迷惑防止条例、正確な名前はもうちょっと長い条例なんですけども、そちらにつきまといという条項があります。そのつきまといに新たな条項が加わりました。人の住居等の周りを乱れにうろつくこと、しかも、
みだりにうろつく。でしかもそのやり方というのが身体に安全の身体の危険を感じさせるような方法で、みだりにうろつくことというのが加わったわけであります。条例だけを見るとうろつく住宅と書いてありますけども、住宅というのは正確な条例上の定義は観光庁、もちろん国会も入ります。そうでありますから、例えば観光庁に対してですね、腐敗の完了はやめろというようなことを、プラカードを掲げて言いに行くと、あるいは、ですね、国会に対して何々大臣はやめろと、あるいは大学の中において学部長出てこいなどとプラカードを掲げることも、これは条例の規制の対象となってしまうということで、広く反対の声が起こったのでありますけれども、強行可決されてしまったという歴史、事実があります。この条例自体がね、私たちがいろいろ声を上げていくときにそれを萎縮させ抑圧させていこうという狙いを持つものであることは、まあ、言うまでもないことであります。この、条例案を作成したのは、警視庁なんですけれども、警視庁の担当者は正当な活動であれば規制しない、適用しないと言っています。ですが、まあ、あと乱用、防止規定があるなどということも言っております。ですけども乱用防止規定なんかがね、これ念仏ほどの効果もないことは皆さんよく分かっていると思います。あと正当な活動には適用しないなどと言っていますけれども、暴力行為等の処罰に関する法律、これは戦前にできた法律なんですが、これは制定するときにも、正当な活動には適用しないなどということを、これは、官僚が国家に、天皇制の記念日はいらない、天皇制の記念日はいらない、昭和の日はいらない、昭和の日はいらない、天皇制は差別の象徴だ、天皇制は差別の象徴だ、差別の象徴、天皇はいらない。天皇制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 がなくなるまで戦うぞ。天皇制がなくなるまで戦うぞ。天皇制がなくなるまで戦うぞ。天皇制がなくなるまで戦うぞ。